ジョンハント・モーガンは南北戦争の南軍将軍であり、騎兵大使館だった。1863年7月のモーガンの襲撃で有名をはせた。この時、2460名の部隊を率いて北軍の戦線内側に入り、ケンタッキー州、インディアナ州及びオハイオ州を襲撃した。南北戦争中に南軍が北部に侵攻したことでは、 最北となった。モーガンは、アラバマ州ハンツビルで、カルビンとヘンリエッタ・モーガン夫妻の最初の子として生まれた。遺伝学者のトーマス・ハント・モーガンの叔父であり、ケンタッキー州歴ントンの初期設立者で、アレゲーニー山脈から西では、最初の百万長者の一人、ジョン・ウェズリー・ハントの孫だった。南軍の将軍となった、AP ・ヒルや、バジル・ダ・ブー・デュークとは、儀系帝でもあった。 モーガンの父は経営していた薬局の失敗に伴い、不動産税が払えなくなり、1831年にハンツビルの家を手放した。家族は歴ントンに移り、父が乱雑に広がった農園を経営した。モーガンはトランシルバニア大学に2年間通っていたが、1844年6月に友愛会の仲間と決闘したことで中退した。1846年、 父と同様にフリーメイソンに加入した。1846年の米北戦争の時、モーガンはアメリカ陸軍に騎兵兵卒として入隊し、ブエナビスタの戦いに参戦した。ケンタッキーに戻ると、朝の製造者となり、その後祖父が経営していた繁盛している商業を引き継いだ。1848年、モーガンの共同経営者の妹で18歳の、 レベッカ・グラッツ・ブルースと結婚した。1852年に民兵隊の砲兵中隊を立ち上げたが、2年後に解体した。1853年、モーガンの妻が死産をした。妻のレベッカは、敗血症性血栓上脈炎を患っており、結果的に幹部を切断することになった。妻の家系の親戚とは、奴隷性と彼女の健康問題に関することなる。 見解に苦しんだ。1857年、モーガンは、レキシントン・ライフルズと呼ばれる独立した不評中隊を立ち上げ、暇な時間は、その訓練に使った。大半のケンタッキー人と同様に、モーガンは、アメリカ合衆国からの脱退を支持しなかった。1860年11月に、エーブラハム・リンカーンが大統領に選ばれた直後、 当時、オハイオ州北部のケニオン大学の学生だった弟のトマス・ハント・モーガンにあてて我々の州は脱退しないことを希望する。疑いもなく、リンカーンは良い大統領になる。少なくと彼に流行らせてみるべきだ。彼が何らかの明白な行動を取れば南部は一つになるだろうと書いた。翌年春、弟のトマスがケンタッキー士官学校に移り、そこで アメリカ連合国を支持し始めた。7月4日の直前、トマスは密かにテネシー州との宗教にあったキャンプブーンを離れ、ルイビルから蒸気船で川を渡って、ケンタッキー州兵隊に入隊した。ジョン・ハント・モーガンは、問題のある事業や、病気の妻の面倒を見るために、レキシントンの家に泊まっていた。妻はつい2861年7月21日に、死んだ。9月、 モーガン大意とその民兵中隊はテネシー州に向かい南軍に合流した。モーガンは間もなく第二ケンタッキー騎兵連隊を立ち上げ、1861年4月4日付で連隊付き大佐となった。モーガンとその騎兵隊は1862年5月のシャイローの戦いに参戦し、間もなく南軍にケンタッキー州を取り込みたいという望みの中で、 合体主義者の象徴的存在になった。ルイジアナ州の作家ロバート・ディ・パトリックはモーガンをフランシス・マリオンになぞらえ、彼のような男たち数千が我々にケンタッキー州とテネシー州をもたらすと書いた。モーガンの最初のケンタッキー州襲撃では、約900名の部隊を率いて7月4日に、テネシー州ノックスビルを立ち、3週間かけてケンタッキー州中を席巻し、 北軍ドンカルロスビューイル少将軍の背後を深く侵入した。北軍兵1200名を捕虜にして、その後着砲し、数百頭の馬を手に入れ、大量の物資を破壊した。ケンタッキーの北軍軍政府を不安にさせ、リンカーンは多くのひどく興奮した救援要請を受け取ったので、彼らはケンタッキーで家畜を暴走させているとこぼした。 歴史家のケネス・エムノーは、モーガンの名義は、その年春のジョージ・マクレランとポトマック軍に対する J ・ EB ・スチュアートの世に知られた襲撃よりも多くの面で、上回っていたと書いた。モーガンの襲撃の成功はその秋に、ブラックストン・ブラックとエドマンド・カービー・スミスによる南軍ホームランド構成が始められた、重要な要因の一つであり、彼らがケンタッキーに進行すれば、 何万ものケンタッキー人が南軍に入隊してくると思っていた。モーガンは1862年12月1日に順勝に昇進した。1863年5月1日には12月と1月の北軍ウィリアム・ローズクランズ少将軍の供給戦に対する襲撃、中でも12月7日のハーツビルの戦いでの勝利に、 対して、アメリカ連合国議会から感謝状を受けた。12月にはまた、テネシー州選出合衆国会議員、チャールズ・レディの娘で、もう一人の会員議員ウィリアム・ティハスケルのいとこでも、あるマーサ、マッティー・レディと結婚した。1863年の夏、南軍のビックスバーグとゲティスバーグの二つの作戦に、絡んで北軍とその資源の向きをそらすことを期待して、モーガンは、 いわゆる1863年の大襲撃、あるいは北軍からは、冷笑的にキャラコ襲撃と呼ばれることになる作戦に出発した。モーガン隊は、オハイオ川を渡り、インディアナ州とオハイオ州の南部を襲撃した。多くの小競り合いと戦闘を経験し、その間に何千もの北軍兵を捕まえては釈放し、1863年7月19日、 オハイオ州のバフフィントン島でモーガンの襲撃は終わった。この時オハイオ川を渡ってウェストバージニア州に入ろうとしていた約700名の部隊が捕らえられた。その日に捕らえられたモーガン隊の兵士大半は戦争の残り期間を大変高い死亡率となったシカゴの悪名高いキャンプダグラス戦争捕虜収容所で過ごした。7月26日、オハイオ州セイリーリンビル近くで モーガンとその疲れ切って、空腹で、倉ずれを起こした兵士たちはついに降伏を強いられた。11月27日、モーガンと6人の士官たち、特に有名なのは、トマス・ハインズが、オハイオ刑務所の官房から逃げ出した。ハインズの官房からトンネルを掘って内定にで、ベッドカバーで作った紐と曲げたヒカキ棒を使って、壁をよじ登った。真夜中少し過ぎに、 モーガンと三人の士官は近くのコロンバス鉄道駅から列車に乗り、その朝にシンシンナティに到着した。モーガンとハインズは操車場に着く前に列車から飛び降り、オハイオ川を渡るためにスキフを雇ってケンタッキー州に入った。同庁舎の援助もあって、彼らは無事南部までたどり着いた。モーガンが脱走した同じ日に、 偶然ながら彼の妻は娘を出産したが、モーガンが家に帰る、少し前に死んだ。モーガンの襲撃は、北部と南部の新聞でハラハラしながら報道され、北部の指導者たちをかなり心配させたが、結局は人目を引いただけで、戦争全体にとっては無益で、不随的なものに過ぎないとみなされた。さらにオハイオ川を渡らないようにという、ブラックストンブラック将軍の命令を直接審判した、 こととされた。襲撃隊の最善の努力にもかかわらず、北軍はイリノイ州、インディアナ州及びオハイオ州に11万名近い民兵を集結させた。オハイオ側には一ダーシモの海軍砲艦が配備された。また強力な北軍機兵隊が初めから襲撃を無効にしていた。北軍にとって襲撃の損失は大きかったので、 その保証の要求は20世紀初期まで連邦政府に対して訴えられた。しかし、アメリカ史の中でも再生へと言われたかけがえのない南軍景機兵隊が失われたことは北軍の交換の機器装備や物資に比べてはるかに大きな意味があった。ビックスバーグやゲティスバーグでの敗北とともにモーガンの騎兵旅団の喪失は南軍の指揮にとってもう一つの大きな打撃となった。 オハイオからの帰還後、モーガンは、ブラック将軍から、再び信用されることはなかった。1864年8月22日、当時の東部テネシー州と南西部バージニア州の南軍を取り込んだ、アレゲニー県方面軍の指揮官に据えられた。しかし、割り付けられた兵士は失った者たちに比べるべくも、なかった。モーガンは、今一度ケンタッキー州の襲撃を始めたが、 その部隊は、規律に欠けており、統制したくないあるいはできない状態であり、公然と略奪するとともに、大きな損失も受けた。この時までに、南軍当局は密かに、モーガンを刑事事件の容疑で捜査しており、指揮官から外す、可能性もあった。モーガンは、テネシー州、ノックスビルを目標にした、襲撃の準備を始めた。1864年9月4日、 モーガンは、テネシー州、グリーンビルへの北軍襲撃の時に捕獲を、免れようとしている間に吸収され殺害された。部下はいつも彼が監獄から二度目の脱出を阻止るために殺されたと信じていたが、単に停止を拒んだために撃たれた模様である。モーガンは、歴史ントン墓地に埋葬された。その埋葬は二番目の娘が生まれる直前のことだった。 ケンタッキー州マンフォードビルにあるハート郡高校は橋を巡る戦場跡にあり、そのマスコットにモーガン隊の栄誉を称えレーダーズと名付けた。またこの街の大きな壁画にはモーガンが描かれている。レキシントンにあるジョン・ハント・モーガン記念像はモーガンに捧げられたものである。かつて彼の家だったハント・モーガンハウスは、レキシントンの歴史地区に寄付された資産となっている。ありがとうございます。